エクトール・ベルリオーズ、キリストの幼児作品25は、エクトール・ベルリオーズが作曲した三部からなる、声楽作品。まず、羊飼いたちの別れが、1850年11月12日に、パリのフィルハーモニー教会のコンサートで発表された。この時、ベルリオーズは作曲者として、自分の名を伏せ、パリの宮廷礼拝堂の学長、ピエール・デュ・クレが1679年に作曲した、 古風なオラトリオの断章と称して発表した。これが功を奏し、聴衆も批評家たちもこの触れ込みを疑わず、作品は好評を博した。後にベルリオーズは自分の作曲であると明かしたが、評価が覆ることはなかった。ベルリオーズはこれをさらに発展、拡大させて三部構成の作品に仕上げた。第二部は八百五十年のうちに、第一部と第三部は、 同年から1854年にかけて作曲された。フランス語のテクストは、全曲を通じて、ベルリオーズ自身による。全曲で1時間30分を要し、オペラ的要素を加えないため、オラトリオとして扱われることが多い。ベルリオーズは本作に、宗教的三部作と名付けている。題材は、マタイデン、第2章のヘロデオによる、幼児虐殺と、 聖家族のエジプトへの逃避から取られている。この全3部版は1854年12月10日にパリのサルエルスで作曲者の指揮により初演されたビットオレ・カルパッチョによるエジプトへの逃避フランソワ・ジョセフ・ナベによる幼児虐殺。ありがとうございます。